3,848万5,560円でした。Thank you.
ションをご覧ください。優勝はファストフォース堂でございます。どうぞ盛大な拍手をお願いします。それでは優勝はファストフォース堂の関係者の皆様を紹介いたしましょう。ご来場の皆様、盛大な拍手でお迎えください。馬主の安原浩二様です。西村正幸調教師です。団の大成騎士です。調教助手の与田博明さんです。牛員の川端雄介さんです。生産牧場の三島牧場さんです。はじめに優勝馬の関係者に対し、一般社団法人中京馬主協会から花束が贈られます。プレゼンターは中京馬主協会会長理事生田俊成様でございます。ではどうぞ花束をお渡しください。どうぞ皆様大きな拍手をお送りください。生田様ありがとうございました。続きまして優勝馬の馬主に対し高松の宮杯が授与されます。プレゼンターは日本中央競馬会理事長後藤正幸でございます。それでは安原様どうぞ前方にお進みください。安原浩二様に日本中央競馬会から優勝馬関係者の皆様に対し賞品が贈られます。馬主の安原浩二様に賞品が贈呈されます。おめでとうございます。西村正幸調教師に賞品が贈呈されます。おめでとうございます。団の大成騎士に賞品が贈呈されます。調教助手に賞品が贈呈されます。おめでとうございます。川端雄介厩務員に賞品が贈呈されます。おめでとうございます。
生産牧場の三島牧場様に賞品が贈呈されます。おめでとうございます。皆様おめでとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。続きまして、優勝馬の馬主に対し名古屋市長賞が贈られます。プレゼンターは名古屋市長川村隆史様でございます。優勝馬の馬主に対し日本馬主協会連合会から賞品が贈られます。プレゼンターは日本馬主協会連合会会長西川健様でございます。安原浩二様に記念のメダルが贈られます。どうぞ拍手をお願いいたします。ありがとうございます。西川様ありがとうございました。続きまして、名古屋競馬株式会社から優勝馬関係者の皆様に対し賞品が贈られます。プレゼンターは名古屋競馬株式会社代表取締役社長加藤信也様でございます。なお関係者の皆様を代表して馬主の安原浩二様に賞品が贈られます。安原浩二様に賞品が贈られます。おめでとうございます。加藤様ありがとうございました。第53回高松の宮記念の栄冠は見事ファストコース号に輝きました。関係者の皆様本当におめでとうございます。これをもちまして表彰式を終了いたします。
競競馬の復職の変更をお知らせいたします。中京競馬第12レース2番ワンダースキングの復職を黒白七目島に変更いたします。ご来場の皆様、お待たせいたしました。第53回高松宮記念阿蘇ホース校で勝ちました南野大成ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはこのことから聞きたい。初 G1 制覇、そしてゴールマン前、実にかっこいいガッツポーズが飛び出しました。どんな思いをかけてました？はい、僕自身、本当にずっと出したかった G1 レースだったんですけど、今年一つ目に乗せていただいた G1 レースでこうやってこう結果を残して、とても嬉しいです。雨の中の激戦でした。特に直線ナムラクレアが迫ってきましたけれども、素晴らしい根性でしたね。はい、本当に今は頑張ってくれましたし、ここに向けて厩舎サイドでも本当に、素晴らしい状態で仕上げてくださって、でも最後の直線では僕自身のミスによって他の馬を邪魔してしまうということもあったので、反省の多いレースでもありました。とはいえアストホース号が短距離路線の頂点に立ちました。そして南野ジョッキーは初 G1 戦、どうぞ今皆さんに思い切り答えてください。はい、本当にここまでたくさんの方に支えていただいて、馬自身も本当にこの年齢にしてよく頑張ってくれたので、今回の勝利は本当に感謝の気持ちでいっぱいです。それでは最後にもう一度ファンの皆さんにこれからの思い聞かせてください。今日は足元の悪い中、お集まりいただきましてありがとうございます。今後も皆様に楽しんでいただけるようなレースを提供できればいいなと思っているので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。